お久しぶりです、店長です。じゃあ今日はですね、ちょっと新しくキャンプギア買いまして、このファイヤーボックスっていう焚き火台なんですけど、これね、今年ちょっとね、やっぱり焚き火アルコールストーブばっかりじゃなくて、焚き火とかね、現地で枝拾って、ちょっとそういうキャンプでやってみたいなと思って、そうするとね、いつもの焚き火台よりこういうちょっとコンパクトで火力が強いようなのがいいんじゃないかなと思ってこれ買ってみたんですけど、まあそれでね、まだちょっと使ってないんで、これをまあ実際に使ってみてね、いきなり現地に行って枝拾ってやるっていうのだとちょっと敷居高いんで、まずね、ちょっと家で一回火入れ式も兼ねて、まあ、焚き火やってみたいと思います。その今回はね、レビュー動画になります。はい、じゃあね、本日もよろしければ最後までよろしくお願いします。はい、じゃあですね、早速やっていきたいと思います。今ね、3月今日3日かな、3月3日なのにね、こんなに雪降ってますね。普通はね、こんな降らないです。3月は降らないんですけど、でね、このファイヤーボックス大変素晴らしくて、ちょっと感動しちゃってね、まあ1万ちょいするんですけど、でこの袋もね3000円近くするんですよ、2、3000円だけど、このファイヤーボックスがあまりにもいいからこれ買っちゃいましたね。かっこいいすごいんですよこれ。でこれを今これ取って、こうやって開くとこれがパカッと外れるんですけど、でこれこうやって見えてる、でこれでこれで完成ですよ。でこれでこういう風に、でこれが廃受けになると。でまあ何か置くときはこういうふうに置いて、まあいろいろ入れると。それで、で今ね、こうびっくりしたんですけど、これね、セリア100均のセリアでこういうの売ってるんですよ。で今回これ100円ね、で今回これ使います。ちょっと雪降ってるんでどうしようかな、まあいろいろ買い足したんですけど、これはビクトリノックスのソルジャーっていうナイフね。でこれで、まあ、こうやって、まあ要はこういう風に、まあ僕下手くそだけど全然素人だから、こういう風にして、なこれなんつったっけ、こういう、こういうの、まあ火がつきやすいようになんだけど、ちょっと雪がひどいんで、これいいでしょ、大きさもちょうどいいし、こういう感じで。でとりあえずつくかどうかわかんないけど、これで火つけてみます。まず1回目のチャレンジで、これもね、今ライター使ってますけど、今年はね、前回できなかったファイヤースターターシャッツって、あの火花が出るやつ、あれを使ってちゃんとやっていこうと思ってます。ちょっとね、もう雪がすごい、ちりが見つかります。これをこうやって、まあ、2枚くらい、だからこういうのもちり紙を使わないでやるとはっていうのも今年はやろうと思ってるんですけど、とりあえず最初なんで、まあ、今ちょっと火入れ式も兼ねてね、でこれがね、まあちょっといろいろ僕も考えたんですけど、枝とかをその現地でね、木を拾って焚き火するっていうんであれば、まあこれが一番いいんじゃないかなと思って、ちょっと高かったけど買ったんですよ。ですごい頑丈だっていう話なんで、そうすればまあ一生使えるじゃないですか、はっきり10年20年は使えると思うんで、そしたらまあ一番ちょっとして高いけどまずいいのかなっていうことで買いました。火つかないかな、で頑丈だし、この防風性能も高いんで、結局ね、その去年キャンプとかいろいろやって思ったのが、やっぱりね、防風性能って必要なんですよ。結構風が強い時あるんで、キャンプ場とか行ってね、キャンプ現地に行った時に、だからこういうの最初からある程度防風性能ある方が、まあ、いいんじゃないかなと思ってこれにしたんですけど、でこう評判もいいんですよ、このファイヤーボックスって。つきませんかねこれ、じゃあつく、これでちり紙最後なんで、これでつかなかったらまずいな。
着いてくれ。着いた。あ、着いたかな。で、結局ね、このヒノキの棒で焚き火するのも僕初めてなんで、まあどれくらい燃えるかっていうのはちょっと分かんないんですけど、あ、でもなんか良さそうな感じはする。あ、着きましたね。いい感じじゃないでしょうか。よし、じゃあこれは OK だ。このね、ナイフはね、なんでこれにしたかっていうと、これノコギリについてるんですよ。だからこれで枝とか切れるから、こうやって。まあ今やんないですけど、だからまあ現地で使えるかなと思って、これもいろいろ吟味したんですけど、このソルジャーってやつね、ビクトリノックスすごい好きなんですよ。だからビクトリノックスでどうにかしてできないかなと思って、まあこれにして。この時計とかもね、ビクトリノックスなんですよ。実はこれ64トンの戦車に引かれても壊れないっていうやつなんですけどさあ、あ、やっぱりいいね。よし、 OK。 じゃあね、今日火入れ式なんで、でせっかくなんで、まあちょっと お茶を沸かしましょう。茶を沸かそう。茶をお茶を飲みましょうね。でそうなると、まあこういうふうに、こういうふうにやって、おかさる。よし、オッケーオッケーオッケー。いいんじゃない？結構。で、こうやって横からこうやって入れれるから。これサイズとかもちょうどよくないですか？一人用で。あっちの前キャンプで使った焚き火だと、あれ一人だとね、ちょっと大きいんじゃないかなと思って、しかも燃えるのも時間かかるし、これとかだと、これ煙突効果っていうのかな、わかんないけど、燃えやすいと思うんですよ、この形状で。これすごいもん、火が、このこれだけで火力が。普通の焚き火台だとこれを燃やしてもね、こんなに火力出ないと思うんですよね。危ねえな、すごい火力だ。でこれね、そうだ、ファイアボックスね、こっからも入れれるんですよ、こうやって。まあ横からばっかり入れてたけど、だからちょっと入れるか。2箇所あってね、この脇とこっちからも入れれる。でこうやってほら燃えてくるから、そしたらだんだん入れていけばいいんじゃないですか。おお、すごいね。もうほら火力が強いから、あ、いいね、楽しいね。こうやって火をこうやって追加していくと、こうやってね。で燃えたらまた押し込めばいいと。これいいじゃないですか、すごい。これいいね。これ100円で売ってるから、まあ一応念のため持ってって、現地で薪調達できないときはまあこれ使えば、まあ結構ちょっとした料理とかできますよね、これだったらね。
あ、そうか、別に蓋しなくてもいいんだ、これ火力って。あ、もう沸騰してるな、完全に。じゃあこれをこれ持てないよね、どう考えても。プライヤーがあればいいんだけどな、これプライヤーついてないんだよな。どうしよっかな、これ絶対熱くて持てないからどう考えてもね。これで持てる、持てないよね。これで2箇所挟めれば持てる。いやちょっと危ねえな、どう考えても。これとこれで持てばいいんじゃない、こうやって。でこれチタンなんで、まあ、すぐ冷えると思うから。はい、でね、これお茶ね、抹茶ね、抹茶これでまあこういう風に入れて、あ、やば、もったいね、お茶好きなんですよでお茶が、まあ、殺菌の効果もあるから今のご時世ね、いいじゃないですか。おお、すげえ、ほら、もう持てる。やっぱチタンはね、お湯沸かすのには本当にいいですね。はい、じゃあいただきます。あ、うめ、お茶だ、抹茶だ。あ、うまい。はい、じゃあね、とりあえずこういう感じで今回ね、このファイアボックスの、まあレビューってほどじゃないけど、まあ、火入れ式も兼ねてご紹介させていただきました。でこれ使って今後はね、ちょっとそのキャンプ場とか河原とか行って、まあ、現地で枝とかを拾ったりとかしてやっていこうと思います。でそういうのもね、動画で残してきたいと思ってますので、よろしければね、今後ともよろしくお願いします。ではですね、本日は最後までありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それでは失礼します。